鉄道レイアウトに四季を取り入れます。ローカル線レイアウト本格工事開始。紅葉エリア拡大へ。雪エリア計画中。情景をもっとリアルに。天然素材樹木を投入。4ヶ月前、白うさぎ総合車両所ナンバー120にてローカル線レイアウト絶景の紅葉エリア誕生を配信しました。さて、今回はこの紅葉エリアがさらに拡大します。それと引き換えに新幹線エリアのあったこの山の紅葉は見納めとなります。前回作ったこの紅葉エリアが拡大して、今日はこのエリアも紅葉になります。上路式鉄橋の下は湖に。このエリアは雪の情景になる予定です。このエリアが紅葉になりました。そして鉄橋の下、湖にしていきます。湖の底になる部分を塗装します。1、水底を塗装した後に水色のアクリルを敷き、湖を表現。2、湖の周囲に木工用ボンドを塗り、紙粘土で湖の周囲を作る。3、湖周辺に草地を作る。加藤の日本の草原、萌木色と追い緑を巻いた。この後、湖の周囲に天然素材樹木を使用した紅葉の木々を追加する予定です。紅葉素材の不足で制作はまた次回に。さて、次は天然素材樹木を使用した紅葉じゃない緑の木々を制作します。紅葉樹の幹、紅葉樹の幹をねじりながら曲げたり広げたりして木らしく形を整えていきます。枝や葉を取り付けるための接着剤、ジオラマのりとジオラマスプレーのりを使用します。天然素材樹木、こちらは葉っぱがついているタイプで、これを適当にちぎって先ほどの紅葉樹の幹にジオラマのりで接着していきます。
の幹にジオラマ糊を塗りつけ、15分以上放置すると白い糊が透明になる。透明になると粘度が増し、樹木の枝がつきやすくなります。白い糊が透明になりました。そこに天然素材樹木の枝を広葉樹の幹に接着。こちらは天然素材樹木、黒染めの葉のついていない枝だけのバージョン。こちらも同様に広葉樹の幹に枝を適当にちぎって取り付けていきます。天然素材樹木の枝を取り付け終えたら、ジオラマスプレーのりを吹きつけて、その後、木の葉をつけていきます。今回は、こちらの木の葉をつけますが、別にナノプランツや日本の草原を木の葉として使用しても良いでしょう。いろんなタイプの木を自由に作ることができます。ついでに針葉樹も作ってみました。針葉樹といえば杉の木を作ります。加藤のスモールプランツ、シャドーブリーンと日本の草原、萌木色を使用。のスモールプランツ、シャドーグリーンをつけ終えたら、さらにリアルな杉の木を再現するため、杉の花の色に日本の草原、萌木色を振りかけます。花粉アレルギーの方はご注意ください。見るだけでくしゃみが出そうなほどリアルです。草